それからスナフルの原因として先ほどからお伝えしているパステレラという細菌ですね。それが原因でスナフルが起こった場合に、特に重度になってくると、痙攣ですとか、それから頭が揺れたりですとか、首をかしげた状態になったりといったような神経症状が出てくることもありますので、注意が必要です。では、日常お家でできるスナフルの予防のためにできるホームケアについてお話しさせていただきますと、まずは飼育環境ですね。トイレをこまめに変えたりですとか、それから不衛生なものを状態で長時間放置しないといったようなことが一つ挙げられると思います。それから、多数飼育ですね、たくさんウサギさんを飼っているような状況ですと、それぞれにストレスがかかりますので、なるべく、一羽一羽を快適な環境で飼育してあげるというのも一つのポイントになってくるかと思います。それから、日和見感染が発症の原因になりますので、例えば新しくお家に来たばかりの子ウサギさんですとか、あるいはもう年を召してかなり年を取った老齢のウサギさんとか、要は抵抗力免疫力がどうしても低い子に関しては、不幸にもそうなってしまうことがあるかと思います。でその場合は他の子にうつらないようにするために、その子を離してあげるというのも一つの方法になってきます。ちょっと、隔離するというふうになるとかわいそうな感じもしますけれども、被害が、拡大しないためにも、そういったことはしていただく必要があるかと思うので、早めに、治すためにそういったこともしていただけるといいかと思います。これでスナフルのお話の方を終わります。深刻ですね。怖い病気ですね。いや、うさちゃんが鼻水垂らしてるの初めて見ましたね。さっきね、実例で見せてもらったけど、俺はやっぱり日頃ちゃんとこうチェックして、私目は結構雨やにがたまるから毎日チェックするけど、鼻は鼻とあと掃除？すいませんね、そりゃモリモリになる前にね捨てるっていうことですよね。そうね、でもああいうのを見るとね、やっぱりかわいそうだからちゃんときれいにしてあげないと ね、そうだね、そうなんですよ。皆さん何で盛り上がってるんでしょう。鼻出て毛がぺったりになってました。ミルサさんところね、もうでも回復してるんですよね、きっとね、数日前まで。今日ちょっとご参加されてないけど、ツッチーさんとこのプララちゃんも、この間ねブログを見たら、くしゃみに治りましたって言って見えたですよ。だからきちんとやっぱり治療されればね、治るから、病気はやっぱりどうしても知らない間に、なってしまうこともあるので、日頃の管理と、あと万が一になった時にはやっぱり最寄りの獣医さんに、そうですね、やっぱ日頃からでどこにっていうのがもう決まってらっしゃる方はいいけど、早めにこう当たっておくといいですよね。そうですね。急になる、急にだとなかなか難しいので、ということでいろいろと今日もためになるお話を聞きましたね。ためになりましたね。で今上がりましたプラカードが、次は何かと言いますと、よろしいんですか。はい、はい、ではここで一旦、いつもの CM です。ぬゆきさん早い。
中国の田舎の方はすごい潜ってますね。ね、豪勢ですね。ねあのまあ、いつにも増して今日も盛り上がってましたが、うん、今日ですね、そうそうきのこさんがいらっしゃらないです ね、うん、ですね、今日ふーちゃんがいないからかなる CM にね、うん、またぜひ、はいはい、お願いしま す。お願いします。そうそうごめんなさいね、あの今日チャットに、ね、参加していただいてる、あのこれユミさんだと思うんですけど、これなんで読めばいいのか、うさぎ先輩が聞いてますんで、ちょっとルビをルビってか読み方を読み方教えてください、ユミさんお願いします。はい。はい、じゃあ、あでさっきの、うん、あのま、はい、まマル病院さんのいろいろお話がありましたけど、はい、そうですね。その他のご覧の、ね、皆さんが皆さん知りたいことがあったら、はいはいはい、ぜひ番組まで、はい。はい、あのどんな悩みがあるか、うん、どうしちゃったの、今日は合わないの私たち、いかんじゃん、皆様からの、ね、悩み相談を、はいはい、お待ちしておりますので、はい、すいません、あユミシュウミさん、ユミシュウミさん、はい、いいですか、はい、先輩なんて、はい、私もちょっとユミさんは分かってたけどね、すみません、はい、ありがとうございます、はい、シューマッハの相性だった、うーん交渉すぎて分からんかった、分からん、はい、すいません、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日もここからはですね、はい、お待ちかね皆さんからの投稿のコーナーですね、はい、まず今日トップバッターは、うん、母ちゃんからです、はい、ベベちゃんですね、うん、ベベはいつも背中に乗ってきます、うん、かわいいな、ヘアクリップで、あの例の顎すりですをします、しています、こんな風に体を低くしなくてもただしゃがんでるだけで飛び乗ってきますが、傾斜がきついので滑り落ちることもよくあります、と毎日数回乗るので背中で感じる重みでベベの体重の変化が分かるようになりました、すごいな、すごいですね、すごいね、私も乗ってほしいけど無理だな挑戦してみては、うん、背中はちょっと無理、膝はくるけど、あリンゴ食べにね、あ、はい、ではあの母ちゃんの投稿お願いします、お願いします、何もほんとだ、上手に乗るね、あれ髪の毛って食べられないのかな、あでも一生懸命頭を、うん、なんか私もそうだけど、うっかりしてると後ろに回って、ええ、髪なんかガリガリ食べてるので、あ、うん、怖い、 あります食べる時もあります、へー、なんでこんなものを食べるのか知らないけどね、ん母ちゃんは、あ、違います、違います。違いますよ、萌えちゃんのパパさん。ん？え、ん？言ってる。え？違うよね。うん。うん。はい。やっぱ食べるんだね。そうそうそう。へー。邪魔な時、切られます。え？あ、髪をね。